今日はですね、鮭のホイル焼きを作りたいと思います。鮭ですね、これ。これ本当はこういう形、鮭でもいいんですけども、ちょっと今回ね、あえてこういうアラの部分使ってます。やっぱこっちの方がいろんな部位の切れ端使ってるんで、味の複雑性みたいなのが感じられるため、使っております。はい。小松菜はですね、じゃがいもですね、ホワイトグリーンオニオン。で、その横がオニオンですね。はい、オニオンみんな切るとき涙出るって聞いたんですけど、僕ちょっと出たことなくて涙。なんか出なくて、なんか逆に怖いなと思ってて。美術館行ったときとか涙出るんですけど、なんかその、玉ねぎ切って涙出るみたいなのはなくて。牛楽ですね。はい。冷凍のアボカド。アボカドというとね、森のバター。って言われてますけども、まああとイクラは海の宝石、オオクワガタは森のダイヤ、大豆は畑の肉とか、あと俺は港区の鏡って言われてます、はい、写し鏡です、はい、オイル敷きました。サーモン、ソイソース、これヒゲタですね。1616年大阪夏の陣の年にもうそっからあるって言われてる醤油ですねこれ。こうスパイスですね。今日使うスパイスっていうのが、ブラックペッパー、はい、ブラックペッパーちょっと、オニオン、ジャガイモ、小松菜、アボカド、ホワイトグリーンオニオン、お酒、ケミカルシーズニング、包んでいきます。待ちます。で、待ってる間、時間もったいないんで。渋沢栄一と論語とそろばん、ちょっと。読みます、ちょっと。解説書ですね、これは。人にはそれぞれの能力のスケールや得意、不得意があります。だから、カニのように自分のスタイルでやるほかないと、渋沢栄一は言います。カニ穴主義や身の丈に合った穴を掘るべき、身の丈に合ったことをまずやろうっていうことですね。だからほんま要は等身大やな。それこそこういや勉強になるな。なんかでもだいぶ集中できるな。あれか、音がいいんやろな、このホイル焼きのこういう音がその BGM となって、心地いい BGM やったんこれ。集中できた。すごいいいわ。はい、うん、どうでしょう、中にオープン。いい感じに牛楽ですね。牛楽を乗せていただきます。ベリーうまーば、これ。いや、美味しいな。いや、うまなるとは思ってたけど、これほんまに、これウマトラダムスの大予言やな。うん、当たってるわ。ウマトラダムスの大予言。レモン絞りたいと思います。もうみんな絞りがちなんですけど、皮下にした方が、皮にリモネンっていう成分があって、それがこう果汁がそのここを伝って、あのリモネンっていう成分が入るので、よりあの風味豊かになりますので下にして絞ってください。いや、ベリーうまーば、これ。いや、うまい。これ正規うまつサーモン小暮やな。うん、サーモン小暮や。ほんまにうまいし、エアジうまんつ、エアジ坂東エイジ、ゆで卵でした。ゆで卵先生、タクシーでどこまで行かれますかって言われた時に、ちょっと服買うんで原宿までお願いしますって、その服買うんでの部分、いらないです。原宿までで全然わかるんで、ごちそうさまでした。